今回女子チームは37年ぶりに優勝することができました。今回の女子チームは本当にレベルが高くてプレッシャーのかかる場面もたくさんあったのですが、本当にチームが一丸となって取った優勝だと思っています。チーム全員が誰が出てももう1ポイントを取れる最強のチーム編成だったので、本当に自分はバックに高松先輩がいて本当に心強く思い切り伸び伸びプレーできました。目標は優勝だったんですけど、結果は準優勝に終わってしまって、でも、日本のレベルの高さを、世界に示せた、大会だったと思いますし、もっともっと日本が強くなれるんじゃないかなって思った大会でした。本当におめでとうございました。そして次へ向かって乾杯。